日本大阪府大阪市西区九条九条は大阪府大阪市西区の地域名称または同地域中部の町名現行行政地名は九条一丁目から九条三丁目本校ではかつて存在した西成郡九条村についても述べる現行町名の九条は東は千代崎南は九条南西は味川北は本田に隣接し九条南は 東は千代崎、南は境川、西は安治川、北は九条に隣接する。東を港通り、中央を中央台通が縦断し、中央台通の九条に交差点付近に九条駅がある。元は、淀川の河口に蓋をするような大きな中洲があり、南浦と呼ばれていた。南浦は、現在の西区本田、九条、九条南、安治川、境川、 川口、千代崎の北西部、この花区西区城の大半などに相当する。1619年に南裏の北東端に大阪選手の組屋敷、り木屋敷、同心屋敷が置かれた。1624年には土豪の池山新兵衛の協力を得た幕府役人の高材鉄雲によって住宅、混電開発が計画された。なお、開発主体については、 ヨネやヤエモンなど12名との説もある。幕府時間の林ラザーによって九条島と名付けられたが、1674年の洪水の際に九条家の希釈が漂着したことから九条島の表記に改められたとの伝承がある。また、尊名も当初は九条島村と呼ばれた。関営元年の開発は九条島に近接するもう一つの中洲でも同時並行で行われた。 こちらの中洲には開発時に四冠分で買い取られたことから四冠島と名付けられたとの伝承があるが、この開発によって九条村の死亡扱いだった中鎌村が四冠島村と解消の上、九条村から分離している。九条島は下流、高校の妨げとなっており、1684年から1687年にかけて淀川水系の河川改修を、 幕府から命じられた川村瑞剣によって、安治川の改作工事が行われ、九条島が二つに割られた。以降、安治川砂岩が九条村、右岸が西九条村と呼ばれるようになった。また、安治川添いでは、新地開発が行われ、1688年に安治川新地九条が成立し、大阪三里に組み込まれた。このうち、安治川南の東部が、 現在の西区安治川におおむね街頭する。安治川改作によって大阪市外への航行が可能になり、それまで展望村が担っていた大阪の外交機能は衰退し、どちらも四冠島に設けられていた大阪選手の船、武業所は球場村の北東端へ、船番所は安治川北一丁目へ移転するなど大きく変容した。安治川と並び大阪湾から、 大阪市が家へ訴状する二大航路の一つである、木津川沿いも、千宿宮敷の南側に恵比寿島町、尻梨川左岸の寺島に木津川町、九条村町、寺島町と市街化していた。1773年には九条村の吉原、三重門によって、寺島の南に広がる足原で、神殿開発が行われ、岩崎神殿が成立した。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校。 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市西区の町邸、定、あ一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、 九条の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 通学区域一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号母2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 球場村に関するカテゴリー、ありがとうございます。